北海道来ましたね。なんかでも大御所こうやって2人が並ぶの姿はあんまり見られない。三國さんは、三國さんは地元です、はい、そっか、我々はアウェー、アウェーだから。地元ですもんね。でもね、地元です。北海道の東部知床半島、まずはオホーツク海を望む斜里町から旅を始めます。海綺麗じゃないですか。これがオホーツクですよ。雄大ですよ、雄大。このブルーの北海道の東部知床半島、まずはオホーツク海を望む斜里町から旅を始めます。海綺麗じゃないですか。3人が最初に見つけたのは知床半島の付け根にあるチップ止まり漁港。あ、漁港だ。来た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 。漁港で漁師さんとね、お話聞くのが一番探せますからね。行きましょう、はい、行ってみましょう、はい、こんにちは。うおー、すごい迫力だ。え、ほら、うわ、タコ、うわ、ほんまや、でっかー。ああ、すごいでかい。でかいの出た。うおー、出会ったのはなんと巨大なタコ。これタコ、こんなでかいですね。いやー、一匹平均もあるから。一匹10キロ、はい、これってどこら辺で取れるんですか。これはこのオホーツクの沖の方で。こんなのが上を見えるんだ。なんだこの生物は。今が旬の水ダコ。三國さんと陳さんの反応は、でっか。フレンチはまずタコ使わないからね。そう、使わない、使わない、使わない。え、意外。そう、スペイン料理だもん、タコ。フレンチではタコはほとんど出てこない。僕使ったことない、タコ。あ、そう、生でも食べれるんだけど。え、食べていいんすか。食べる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 食べたいよ。ありがとうね。肩でも揉もうか。じゃあ船乗っていいんすか。いいですよ。皆さんどうやって食べるの、地元の人は。地元は湯がいて食べたり、うん、あと生で、生でカレーライスに入れたり、肉の代わり、タコカレー、肉の代わり、肉の代わり出ました。地元でもよく食べられている水ダコ、生で食べさせてもらうことに。はい、ありがとうございます。あ、美味しい。ちょっと甘みがあるよね、うん、めちゃめちゃうまい。これどうやって本当は噛み切れるね。甘いですか。甘い、これはうまい。本当甘いね。あの、生って感じしないよね。タコって何食べるんですか。ここは、うん、カニだとか毛ガニだとか。カニいるでしょ。え、毛ガニ食べてるんですか、こいつ。食べてます。マジで。カニとかホタテ食べて。贅沢やな。これがタコ箱ですね。タコ箱、うん、これに入るんだ。水ダコ料理に使われるのがタコ箱。杉村さんは沖の海底に2000個もの箱を仕掛けているといいます。あ、中ピョッと入るんでしょ、タコちゃん。そうです。餌やってたら梨しで入っちゃうの。そういうとこ好きなんだ、タコは。そうそう、習性ね。習性で中に入って眠ってんですか。まあ、あの、餌を取って出たり入ったりはします。じゃあ家にするの、住みか。そう、マンション。マンション、マンションだ。マンションの一室だ、これ。すごいじゃん。ねえ、で、いいマンション作ってあげないと、なかなかタコも入ってこない。あの、隙間開けないで箱を打たないと、隙間開けると分かるでしょ。やっぱり入りが悪いっていう。何年か来ない時もあったんですね、うん、そうするとやっぱり、うん、魚の取れ具合がちょっと悪かったり。流氷がない時期は。ない時期ね、ない時期しか来ない年は。やっぱり、来るもん来ないと、それなりの、なんていうのかな、循環しないっていうか。すごいな、自然ってのはすげえな。うん、冬、オホーツク海を覆う流氷には豊富な栄養分が含まれています。流氷によって育つプランクトンが豊かな海の幸を生んでいるのです。そして様々な魚介類を食べて大きくなるのが水ダコ。北海道の恵みだわ。おいしい料理を作ってください。オホーツクの恵み、巨大水ダコを分けていただきました。ありがとうございました。どうもー。どうもー。いただきます。明日待ってます。明日、2人の巨匠は水ダコをどんな料理に変身させるのか楽しみですね。タコ本当だよな。どう料理するのか。どうやろうかね。
僕なんて生まれて初めてだ、困ってますよ。嘘でしょ、使ったことない。いやいや、俺それが考えらんない。タコは使わないという三国さん、どうするのか。じゃあ陳さんさ、うん、もうテーマはさ、世界遺産に残る料理を作るしかないな。おお、そこまでいっちゃうの。出ましたね、世界遺産に残る料理。いっちゃうの。もう自分にプレッシャーかけるしかないでしょ。そうなんじゃん。あのね、俺今思ったよ、ほんとかけてるわ、自分にプレッシャー。でもね、三國さんはね、プレッシャーかけてね、こっからやってくるタイプだから。本気だぜ。お二人なら実現しますよ、それ。本気だ、ほんと楽しみやな。もう緑の色が濃いもんな。全部山の方に来ましたね。ねえ、だいぶ山奥ですよ、これ。すごいね、海が近くて山があっていいな。本当ですね。うん、僕畑の面積も半端ないんじゃないですか、北海道っていうと。でかいからね。ね、あー、なんか楽しみだな。あ、誰かいますよ。います？あ、本当だ。止めてください、止めてください。これ行くな、行かなきゃいけないだ。行こうよ。行きましょうか。お父さんとお母さん。お母さんかな。ね、こんにちは。こんにちは。作業中ですか。はい。どうだ、これって何畑になるんですか。芋畑。芋畑。やっぱじゃがいもだ、うん。なんかお花がちょうど咲いて。ね、綺麗な字ですね。うん、これ種類は何ですか。まあ天ぷらになる芋だね。あ、あの片栗粉。そうですね。はい、はい、はい。あ、これじゃがいもじゃないんですかこれ。じゃがいもだけど。いやだからじゃがいもが澱粉だから片栗粉になる。うん、片栗粉の用のじゃがいも。そうですね。へえ、うん。ここ全部じゃあ片栗粉になる用の芋が。そうです。はい。はあ、また面積広いですね。そうね、片栗粉の産地来ちゃったよ俺。わあ、片栗粉の産地初めてですか。やったぜベイビー。やったベイビー、はい。我々中華は片栗粉が非常に使うんです。はい。我々のために。はい。じゃあありがとうございます、日頃本当に。お世話になっております。でんぷん質が多いこのじゃがいも、でんぷん芋と呼ばれ、秋になると片栗粉の原料として出荷します。なんかそのまま食べられそうですけどね。うん、そうですね、これはこれでね、美味しい。このまま皮が剥けるから、うん、あ、新じゃがみたいだ。そう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 、新じゃがでね、これ食べれる。なるほどね、一口サイズで食べやすい。私はやっぱこの芋が一番好きですね。あ、じゃあそのまま食べられるし片栗粉にもできると。できる。はあ、秋まで待てないって感じ。でも秋まで待てない。待てない、早く食べたい。なるほどね。一面に広がるでんぷん芋畑、オホーツク沿岸の畑では古くから片栗粉の生産が盛んです。ここ知床でも明治時代からでんぷん芋が作られています。昔やっぱりおじいさんがこの辺の山の木をね、はい、求めてきたんじゃないかな。 おじいさんの代おじいさんがやっぱり木を目当てに入って、うんうん、そのうちまあ畑に変わってきた。昔はじゃあここは山だったってことですか。何もなかった。もう全くここはもう山だね、うん、だったらしいですね。熊の巣だね。熊の巣だったの、ここは。だったらしいですね。ね、でも当時はこの規模をずっとこう開墾してたわけでしょ、こうやって。そうそうそう、全部人でノコで木切って馬でその木の根っこをこう引っ張りながら燃やしたりなんだりして昔はやったんだろうね。大変だね。あの漁師の奥さん方とかに来てもらって芋拾いを手伝ってもらったって話はよく聞きますよね。で俺に芋をあげると。そうそうです、そうです、うん、そんなね、この辺で昔なんかそんないろいろね、おやつだなんだったってないわけだから、うん、だからまあ結構こういう芋を食べたりなんだりね。食べるものが少なかった開拓の時代から暮らしを支えてきたでんぷん芋、地元の料理法を教えてもらうことに。跳ねちゃうよ。あの人がやることでも大丈夫。芋が踊ってる。いいね、芋が。おお、フランベした、フランベ。やってるね。料理教室できるよ。え、料理教室全然できるよ。いや、師匠出回らないでしょ、ここだけで食べる。そう、シャリで食べる。だから名付けて秋まで待てない芋。待てない芋。おいしそう。産地でしか味わえない新じゃがです。いただきます、はい、どうぞ。俺これ、お母さんも。はい、じゃあ、はい、行ってみます。どうですか。うん、っていうか鮮度抜群ですもんね。そうです、やっぱり。いつもこういうの美味しいの食べてんだ。幸せだね。栗みたい。栗みたい。栗みたい。ホクホクでもないし、ちょっとしっとり感もあって。
ホクホクではないですね。うん、ホクホクじゃないです。ちょっとねっとりとしつつ、はい、なんか芋って感じしないよね。あ、そうですね。フレッシュな感じ。それでこれ、はい、知床のね、はい、新じゃがですので、はい、貴重なでんぷん芋の新じゃがを分けていただきました。はい、ありがとうございます。心して、はい、我々作りたいと思います。頑張りたいと思います。よろしいでしょうか。はい、頑張りましょう。はい。ね、あれ食用じゃないですもんね、本当は。でも美味しかったよ。あ、抜群に美味しかった。であれ食べたらね、芋の概念変わる。ああ、なんかね、まあ、今しか食えないわけ。そうで、あそこでしか食えないからね。一番贅沢限定や、その取れたてのやつをね。だからほとんど学校行ってなかったですもん。え、学校行かないでずっとうちの手伝い、もう小学校3、4年生からやりと漁やって海出て、何取ってたんですか。いや、それはもう昆布からウニからアワビからなどとね、食いっぱぐれがないっていうかさ、まあ、食い物の商売やれば絶対に、まあ、学歴もないし、まあ死にはしないだろうみたいな、うん、飯食えるもん、ね、飯食えるからっていうので、うん、料理員になろうっつって。日本海側の小さな港町の大家族、三男の三國さんは漁師だった父親の仕事と母親の畑を手伝い、家族を支えました。その後本場フランスに渡り、三つ星店で腕を磨いた三國さん、帰国後日本で数少なかった本格フレンチの店を開きました。ある意味パイオニアじゃん。自分でやってきたんだから、この道を。そうですね、このフレンチの世界を開拓してきた人じゃん。俺らの場合は継ぐから土台があるから、ある意味楽なんだよ。親父さ、また神様なんて言われちゃってさ、比較されるわけよ。ああ、なるほど。親父はさすがだなとかってさ。そこをどうやって乗り越えてきたんですか。いや、もう根付き症しかないだろ。自分で頑張って自分のファンを増やすしかねえじゃん。熱き情熱は、はい、いつまでも持ちたいなって。それはもう尽きることなく、熱く燃えるような何、よしっていう、あるじゃん。はい、情熱ですね。それなくなった時はもうさ、もう終わりだな。料理に情熱を燃やしてきた陳さんと三國さん、知床はそんな2人の料理人魂を奮い立たせます。